はい、日本戦国武将紀行、稲葉義道、稲葉一徹ですね。ここは月桂寺さんお墓があるお大寺になります。もともとこちらにも邸宅があって、実際に亡くなったのはですね、岐阜城城下の邸宅ということで、後にこちらに移されたそうですね。県史跡稲葉一徹の墓とありますね。稲葉一徹と、御内室そのご家族のお墓という感じで、一応歴代とかそういう感じではないですね。織田家との関係、斎藤家との関係、西美濃の、各武将たちとの関係、数々の、戦歴ももちろんですけど、この人の場合は器量人というか人となりというところをいろいろな方に認められていたと、織田、豊臣、徳川と、稲葉家はその後の繁栄もあるわけで、この人の存在は大きかったと思いますね。はい、この壇上の、4基のお墓がその関係者のお墓なんですが、ちょっとこちらの看板がですね、薄くなっていて見づらいですね。一徹の墓って一徹公だけではないんですけども、一徹公に関係している、年表ですね、いわゆるね、ちょっと薄くなって見えますかね。池田の、本郷城、って書いてありますね。加藤公を継ぎ、祖父道忠、ちなみにあちらの池田地区の方にですね、ご親族、稲葉一族のお墓っていうのがありまして、今朝行ってきたんですけど、両徳寺さんの近くのですね、用具院跡地に、斎藤、池田常興公の父の池田常俊公と合わせて稲葉家のお墓がありましたので、そちらは別のビデオで出してあってご覧ください。羽賀の戦合戦と、戦出てるんですよ、一通りね。有名な戦にはやはり当然参陣してますから、美濃の国は他でも話しますけど、もともと足利幕府が起きてから、時氏が守護家でしたので、時氏に関わる方が非常に多いと、時一門はじめ、その守護代であった斎藤氏、後の斎藤堂さんは別な方なんですけども、斎藤家を継ぎ、実質美濃の国主にのし上がったと、そういう関係の方たち、あとその後は織田家、豊臣家、徳川家と、そういう他国の大名になりますけども、この地、美濃という国がね、それだけ非常に、大事な国というか、美濃を取れば天下を取るという感じだったんだと思いますけどね、重要な国で、その中でも、特に西美濃、青濃地区って呼ばれている西美濃ですね、岐阜県、今の岐阜県美濃はですね、大国ですので、単純に3つ分割行政上というか、すると、青濃、中濃、東濃でしょうかね。東濃も大きいですからね、東濃だけで一つの県になりそうなぐらい大きいですから、はい、そういったところに生まれ育ったと。こちらの4基、ちょっと手前、他のお墓もあるんでちょっと分かりにくいと思いますんで、ちょっと看板からお見せしちゃいますね。一番左の大きな墓碑がですね、一徹公、稲葉一徹、義道公になりますね。で隣が貞道公室、貞道公の奥様ですね。でその隣が2基続いて、4列別々、今お見せします。一徹公の御内室と貞道公の皇室と書いてありますね。実は織田信長公の妹です。はい、こちらにお墓があるわけですね。でこの4基ということになりますね。まず一徹公。ちょっとね、他の、一般の方もあるんで、ちょっと写し方があるんですけど、これは一徹公ですね。で、お隣が、畳地公正室。それと、ちょっと離れて2基並んで、一徹公の、ご正室と、畳地公の皇室の方が、これはなぜか、右が要するに信長公の妹ですけど、並んでいると。そして、ちょっと全体で入らないかな。左から一徹公ですね。この4基が並んでいると、そういうお墓になりますね。稲葉一徹公に関してはですね、先ほど資料館の方も言ってきましたけど、数々の逸話というかいろんな話があってですね、非常に調べるほど面白い方で、また優秀な方だと、また、先ほど言ったように器量人であると、その文武両道はある意味当たり前と、この西美濃地区にあってですね、それを代表する3名になっているということは、しかもその筆頭ですよ。つまり西美濃の、
まあ大衆ではないですけど、まあ諸国がいましたけども、その、まあ、家臣の家臣または家臣と、いうことでも、まあ要するに、ね、他の商人で言ったら番頭さんですよ、一番弟子とかね、主君の次の人、まあもしくはこの方は下克上はしませんけど しなかったんですけども、まあすればですね、その当人となると、もしくは美濃の国を治めてもいいぐらいの器量人でしたから、天下人にも物申せると、そういう方でしたので、あのかのの織田信長にしてもそうですね、若い頃ですけども、それなりの逸話をお持ちの方ということでですね、まあ、ちょっと伊徹公に関してというか中心にお話ということになりますけども、こちらがその伊徹公の墓ですよね。あの伊徹公といえば、あの須福寺さん、岐阜の市内にありますけども、あそこはちょっとあの中がね、あの拝観できるんですけども、規制がありますので、ちょっと全部はあのできないんですが、そこにあの盆章があってですね、前あの写してるんですけども、結構その、神仏のご加護を信じていた方のようですよね。あの、こちらに画像もあるんですけども、ごめんなさい、あの画像もあるんですけども、なんかこうお坊さんのような感じの人ですよね、まあ、神仏のご加護というところなんだと思いますけどね。まあ、そもそも一徹というのは法名で、もともとその、ね、いわゆるあの頑固一徹の一徹だと言われているんですけど、まあ、違うという説もあるんですけど、そうだという説もあるんですが、まあ、そこにはちょっとあまり触れませんけど、まあ、それだとしたらすごいですよね。よほどの頑固者だったと。ただそれだけなのかもしれませんけど、まあ、優秀な武将であり、さっき言った通り文武両道の武将、しかも器量人であると、まして、美濃の大衆の器、もしくは、天下人から、もうお声がかかるような器であったと、まあ、そういうことが言えると思いますね。ちなみにあのご兄弟で有名なのは三好野さん、お姫様ですね、がいてですね、まあ、吉道公の姉に、姉か妹か分かりませんけど、まあ、一応姉とされてます。まあ、この方が時家の後のですね、まあ、問題といったらあれですけど、まあ、頼成公の妃というか、あのから道産公に、変わったんですけど、変わったというか下されたんですけども、その時に子供がいて、それが、実は頼成の子供だと言われていて、まあ、それがお家の、破滅滅亡衰退につながると、いうふうに言われてますけど、実際は分かりません。まあ、後に道産公はなんか確認したところ、本当は自分の子だということらしいんですけど、まあ、その子供にどちらにしても滅ぼされると、そういう時家また斎藤家の命運というところも、まあ、稲田家との関わり、あと織田家との関わりも見ながら、見たりしていくと非常に興味深いことだと思っています。はい、稲葉一徹公に関してはもう話すこといっぱいあるんで、1時間以上話せるんで、ちょっと今日はこのぐらいにしておきます。はい、こちら美濃の月桂寺さん、月の桂ですね、桂の方、月桂寺さんの、菩提、稲葉一徹公の墓所からでした。